ことでん河原町ビル。ことでん河原町ビルは、香川県高松市常磐町にある商業ビルである。高松駅と並ぶ、市内のターミナルである高松こと平電気鉄道。ことでん、ことでん河原町駅に併設された駅ビルでもあり、ビルの所有者も高松こと平電気鉄道である。ビルの名称は建設当時の同社の略称から。 ことでとなっているが、口述する民事再生法適用後に CI をひらがなのことでに変更したことにより、マスコミ報道等ではひらがなを使用するケース、カタカナを使用するケースが混在する。1九9七年のオープン以来、二千十四年三月まで百貨店二社が代替わりする形で、テナントとして入居した後、二千十五年十月からは、専門店を集めた形の、 河原町フラグ、河原町フラッグとして、リニューアルオープンした。以下、過去に入居した各テナントについても説明する。高松市各方面からの琴電の鉄道及びバス、琴電バスの路線が乗り入れる、公共交通の中心点に立地する。地上11階、地下3階建て、そういった面積9万千平方メートル。2階部分は、ペデストリアンデッキで駅前広場を挟んだ。 常磐町商店街の入り口付近までつながっている。建物は河原町駅を内包する構造で、1階部分に乗り場、2階部分に駅事務室、改札とコンコースが設けられ、コンコースは商業施設スペースに直接つながっている。建設当時、当駅を含む高松地区駅と栗林公園駅の間の高架化が計画されており、その際には当ビルの3階部分に、 乗り場、線路とプラットフォームが設置される予定であった。このため、この木座橋の天井高さは同じながら、4階までのエスカレーターは他のフロアよりも長くなっている。河原町周辺は繁華街として栄えてきた地域であったものの、各となる商業施設が存在しなかった。老朽化した河原町駅舎の建て替えに合わせた再開発計画は1990年代になって、 具体化し、1991年11月に祖号と共同出資、比率はこと6割、総合4割で、こと総合を設立、百貨店を建設することとなった。旧河原町駅舎の解体や、市土線を他の路線から孤立させる形での配線の変更などを経て、1996年12月21日に完成した。 ビル完成から4ヶ月後の1997年4月23日に、ことでんそとしてをオープンした。開店当日は8万6千人もの買い物客が詰めかける盛況ぶりで、ことでは自社車両にことでんその包装紙と同デザインの塗装を施すなど、当初は大きな期待を集めた。しかし、平成不況での消費低迷に加えて、周辺の商業施設、 既存百貨店の高松三越や高松サティ、現、イオン高松東店、1995年開店、及び1998年に開店した夢タウン、高松等の郊外型ショッピングセンターとの競争が激しくなる中で、売上額は目標に届かず、赤字決算を続けることになった。さらに、総合本体が2000年7月に経営破綻した影響で、 信用不安や売り上げの減少を招いた。2001年1月22日に民事再生法の適用を高松地方裁判所に申請、経営破綻した。同年4月15日に閉店。ことでん祖の破綻は同社に債務保障を行っていたことで本体の経営にも影響を与え、同年12月にはことで自体が民事再生法適用を申請することとな。 会社としてのこと電素号の再生、弁済計画案は、高松店万屋への営業上渡後の2001年10月に、債権者により可決され、弁済完了後の2003年5月30日付で、解散、2004年4月26日付で、生産決了した。後継テナントへ選びは、民事再生法を申請前から始まり、最初は高島屋が、 候補に上がったが条件面で合意に至らず、2001年3月に破断となった。次に、天馬屋が候補に浮上し、こと伝祖号閉店直前に合意にこぎつけた。天馬屋は運営市会社の高松天馬屋を設立し、約半年間の閉店期間を経て、2001年、平成13年9月1日、地下1階から地上8階に入居した。こと伝祖号の従業員260人。 親会社からの出向者を除くのうち220人が高松天満屋に採用された。ただし賃貸料はことでんそごうじ年間14.5億円の約半分の年間7.5億円で入居保証金令という条件となり、ことでん本体にとっては債務の減少に結びつかなかった、その後民事再生法適用を申請。高松天満屋は 親会社直営の天満屋も含めて、グループで最大面積の店舗であった。営業時間は10時 -19,30 だった。屋上には乳幼児向けの各施設を完備、下記はビアガーデンも開かれた。10階のレストラン街と9階部分は高松天満屋への賃貸対象外で、高松市の市民サービスセンターなどが、高松琴平電鉄と直接契約して入居していた。 売上高は、ピークの2004年、平成16年2月決算期に151億円を記録したが、その後減少が続いたことから2013年10月に2014年3月末をもって閉店することが発表された。2011年度の売上高は93億5400万円で、閉店発表時の報道では、2013年2月決算期で6年連続赤字と、 なる1400万円の形状赤字であった。そして予定通り2014年3月31日19時30分をもって閉店し、12年7ヶ月の歴史に幕を閉じた。同年1月には、天馬やハッピータウン全通辞典も閉店したため、天馬やグループ全体としても香川県から完全撤退したことになる。閉店発表時に、閉店後に会社としての高松天馬には、 生産されると報じられた。閉店後、外商の既存顧客対応のため、天馬屋岡山本店は、多比下町に高松出張所を開設しているほか、高松丸亀町3番街頭館に、天馬屋、ロイヤルジュエリーサロン高松を開設している。同年5月末に、高松天満屋の代表電話番号が廃止された。後の問い合わせ対応も高松出張所で行っている。 法人としての高松天満屋は2016年1月5日付で解散、同年2月2日付で特別生産開始命令、平成28年、非第1号が出されている。同年4月27日付で特別生産集結の決定が確定し、完全消滅した。前日の通り、休会は高松天満屋とは無関係だが、 高松古都伝ビル内郵便局も高松天満屋の閉店と同時に廃局となった。レストラン街は古都伝との直接契約になった後も天満屋と同様に天満屋発行の商品権類での支払いができたが天満屋の閉店後は商品権類一部店舗はクレジットカードもでの支払いはできくなった。8階のロフトと宮脇書店は ことでんとの直接契約に移行し、2階に仮店舗を設置して2014年、平成26年7月10日に営業を再開した。2階の改装に着手するため、両店とも2015年3月15日限りで営業終了。ロフトは丸亀町グリーン内に移転し、両店とも河原町フラグには入居しなかった。 ビル所有者の高松琴平電気鉄道は2014年、平成26年3月に創日グループの創日商業開発とビル運営に関する契約を締結した。後継テナントは専門店を集めた複合ビルを目指しており、百貨店とはならない見通しと報じられた。天満や閉店後も前期の通りロフトと宮秋書店が営業を継続したほか、スターバックスコーヒーとビームス、 レストラン街や高松市民サービスセンターなど21のテナントが営業を継続することにった。2014年、平成26年7月2日、高松市の中心市街地活性化協議会で、こと電は、リニューアル計画を発表した。それによると、80から100点のテナントを入居させ、5階以下を、医療品や雑貨、6から9階を、カルチャー、医療、美容、 学習等のフロアとし、10階は、天満や時代同様飲食店を配置、屋上には庭園を設置するとされた。7月に2階で営業再開した宮脇書店やロフトは、リニューアル時にはフロアを移動し、河原町駅と接続する2階コンコースも改修した上で、2015年5月にオープンする見込みと報じられた。2015年2月5日、 中心市街地活性化協議会でことでん側は、リニューアルしたビルを10月に一斉オープンすると発表した。当初の計画では、春の第1期と秋の第2期に分けてオープンさせる方針だったが、入居するテナントの多くが年末商戦を見込める秋、オープンを希望したことから10月一斉開業に変更したという、雑貨、ファッションコーナーとする予定だった地下1階は、 天馬や時代同様食品フロアに計画変更されたが、テナントは確保できず、当面閉鎖となった。オープン時点でのテナント数は104店舗、年商96億8000万円、来店者数536万人を想定していた。9階に入居していた高松市の市民サービスセンターについては8階に移転するとともに、8階を健康長寿ゾーン、市民活動センター、 図書ゾーンなど市民サービスセンターを含めて合計図のゾーンからなる市の賃借スペースとする予定であることが2015年2月20日の市議会総務消防調査会で明らかにされた。このスペースは開店後に以降で河原町という愛称が付けられている。2015年7月10日、ことでは新たに開業する商業施設を河原町フラグと命名することを発表した。 名称は、高松の中心にある河原町のシンボルとして、人々に長く愛されることや、建物が旗のうな存在感を放ち、町の目印となること、町のフラッグシップとして、未来の町づくりに向け旗を掲げることを意図して、付けられた。ビルには、天馬や時代に入居していた、宮脇書店ではなく、純駆動書店が入居することが決まった。8月24日、ことは、 各店舗の営業開始を10月21日、正式なオープンを10月23日、21から22日は、プレオープン期間とすることを発表し、赤ちゃん本舗やアニメショップ、アニメ画の入居も合わせて公表された。また、庭園整備が伝えられていた屋上スペースには、河原パークという名称の庭園が整備された。河原パークでは2016年4月より、 高松天満屋時代同様、夏季のビアガーデンが設けられている。予定通り2015年10月21日にプレオープン、10月23日に正式オープンした。オープン時点での入居テナントは83店舗で、うち7店舗が香川県初出店となる。2017年1月、閉鎖中の地下1階に高松市の地場スーパーである。 木村を誘致して6月にオープンする予定であると報じられた。2017年5月29日に新鮮市場、木村のほか、ここからファインとウィリー・ウィンキーが6月より地下1階にオープンすることが発表された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。